こんばんは、ソムリエなゆです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回はセール情報です。 Amazon スマイルセールでお買い得になっているワインの中から私のおすすめを全部で7本ピックアップしてみたのでご紹介していきたいと思います。とってもお得にワインを買えるいい機会なので、これからワインを飲み始めてみたいなという方にも、おうちワインをお得に楽しみたいという方にもぜひご参考にしていただけると嬉しいです。なお、ワインのセレクトやコメントに関しては私の個人的な解釈と偏愛によるものでございます。ご紹介するワインは概要欄やコメント欄にもリンクをまとめてありますので、ぜひチェックしてみてください。今回の Amazon スマイルセールは9月4日水曜日23時59分までです。今回はセールになっているワイン、いつもよりあんまり多くなかった印象なんですが、その中からこれはいいなっていうものを厳選しました。サクッと超特急でご紹介していきますので、見逃し聞き逃しのないようぜひ最後までご覧ください。それではスタートです。まず一つ目はアメリカカリフォルニア生まれのワイン、カルロロッシです。3リットル入りの大容量バックインボックス、フルボトル4本分入っています。こちらが元値2527円から1900円、 25% オフ。フルボトル1本あたり475円ってすごくないですか。白も赤も冷蔵庫にぶち込んでおけばいつでもジャーッと注いで飲めるので、デイリーにガブガブ飲めるワインお探しの方にとってもおすすめです。気軽にスルスル飲めるフルーティーな味わいで、バーベキューのお供にしても最高だと思います。次、2つ目は函館ワインのミニボトル12種類飲み比べセット。 200ml のミニボトルが12本も入っていて、元値が5202円から3558円、 32% オフ。こちらは私以前買って飲んだことがあるんですが、本当にどれも美味しかったです。ミニボトルっていうのがまたよくって、ちょこっと飲みたいなっていう時にも気軽に開けられますし、いろんな味わいを試せるのですごくいいと思います。味わいも甘口からドライなものまでいろいろありますし、メロンやハスカップなどのフルーツワインも入っています。こちらはワインをあんまり飲んだことないっていう方にもとってもおすすめです。ではここからは赤ワイン2本ご紹介していきます。赤ワイン1本目、合計3本目はフランスボージョレーからルイジャドのモルゴンシャトーデジャックです。こちらが元値2978円から2382円、 20% オフ。これはぜひ飲んでみてほしい。ボージョレーヌーボーという新酒で有名なボージョレー地区ガメーというブドウから作られる赤ワインです。いちごやブルーベリーのようなチャーミングな香りと果実味、穏やかな酸味と渋みが特徴です。優しいフルーティーな赤ワインお好きな方にとってもおすすめです。ぜひヌーボー、新酒だけではなく熟成されたガメーも飲んでほしいと思って選びました。モルゴンっていうのはこのブドウの採れた村の名前なんですが、この村のワイン個人的にも大好きなんです。焼肉とか生姜焼きみたいな気軽なお肉料理ともよく合いますし、ぜひ体験してみてほしいワインの一つです。赤ワイン2本目、合計4本目はサルデーニャという島で作られるワイン、カンノナウディサルデーニャです。こちらが元値2740円から1826円、 33% オフ。この2000円切るって熱いですよね。カンノナウというのはフランスだとグルナッシュと呼ばれるブドウです。クランベリーのような甘酸っぱい香りと、ちょっとコーヒーのようなビターさもあるしっかりめの味わいの赤ワインです。こちらは濃いめの赤がお好きな方におすすめですね。海の恵みたっぷりの島のワイン、暑い日にも最高です。焼き豚とかビーフジャーキーみたいなしっかりと噛み応えのあるお肉をワイルドに食べながら楽しみたいです。さて、ここからは白ワイン、全部で3本ご紹介していきます。白ワイン1本目、合計5本目は日本ワイン、グランポレールのヨイチケルナー。こちらが元値2354円から1914円、 19% オフ。こちらはよくご紹介しているワインなんですが、2000円切っていたら思考停止でポチっていいワインです。グレープフルーツとか白いお花のような上品で爽やかな香り、ちょっと蜂蜜のような甘やかさもあって、透明感のある美しい白ワインです。上品ですっきりした白ワインお好きな方や、日本酒お好きな方にもおすすめですね。天ぷらとか塩の焼き鳥とか合わせたら最高です。白ワイン2本目、合計6本目はスペインで日本人が手掛ける白ワイン、寿司っていうこのラベルだけでも惹かれるんですが、お値段が元値2188円から1181円、 46% オフ。割引率バグってます。
こちらはスペインでよく割っているアイレン、マカベオ、モスカテルというブドウのブレンドしたワインです。名前の通りお寿司に合わせるために作られたもので、青リンゴや白桃のようなみずみずしいフルーツの香りと軽やかでさっぱりキレのいい味わいが特徴です。きっと冷やしてお寿司やお刺身とのマリアージュはもちろん、水炊きとか豚のしゃぶしゃぶとか淡白の味わいの和食と合わせてもとっても美味しそうです。ラスト白ワイン3本目、合計7本目はオーストラリアアデレートヒルズのソーヴィニオンブラン。こちらが元値5000円と結構いいお値段なんですが、なんと2300円、 54% オフ。これは今回で一番狂った割引率でした。レモンやハーブ、青リンゴのようなフルーティーで爽やかな香り、すっきりと清涼感のある味わいの白ワイン、お好きな方におすすめです。あとワイン入門にもとってもいい一本だと思います。魚介のバーベキューとかフリット、あとバター焼きとかと合わせてもいいですね。美味しそうです。はい、以上私のいいなと思ったセール品をご紹介してきましたが、気になる飲んでみたいワインは見つかりましたでしょうか。 Amazon スマイルセールは9月4日水曜日23時59分までです。気になるものがありましたらお早めにチェックしてみてください。かなりお安くなっているので争奪戦かもしれません。もしリンクに飛んで売り切れになってしまっていたらごめんなさい。また価格が変動する場合もありますので、その点もご了承ください。今日ご紹介したワインたちは概要欄、コメント欄にもリンクをまとめてありますので、ぜひチェックしてください。最後まで見ていただきありがとうございます。このチャンネルでは普段はおうちワインがもっと楽しくなるポイントなどを発信しています。グッドボタンとチャンネル登録していただけるととっても励みになりますので、ぜひポチッとお願いします。インスタなどの SNS やワインのことをもっと深くお話ししているボイシー、また私のオリジナルグッズを扱うショップもありますので、ぜひそちらにも遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。素敵なワインの時間をお過ごしください。またね。はい、ちょっとおまけ番外編ということで、ワインに合うおつまみも安くなっていたのでご紹介していきます。まずはこちら、ナトリおつまみセレクション。こちらが5袋入っていて、2484円から1492円、 39% オフ。カマンベールのチータラとパルミジャーノ入りのチータラと、あとサラミも入っています。これはお酒好きさんたまらないですよね。もう一つ、ナトリの一度は食べていただきたい燻製チーズ。こちらも5袋入っていて、2182円から1405円、 36% オフ。これ私大好きなんです。速攻でポチっちゃいました。ナトリのおつまみは間違いないですね。そして最後はギンビスのアスパラガスビスケット。これ美味しいですよね。こちらが12袋も入っていて、2333円から1599円、31% オフ。めっちゃ安くないですか。素朴な味で子供の頃もよく食べていたんですけど、これに生ハム巻いたりクリームチーズをディップすればもう一気におつまみになります。12袋もあれば備蓄用にしてもいいですよね。はい、以上、お買い物のご参考にしていただけると嬉しいです。そして実は本日8月29日私の誕生日なんです。ということで21時過ぎくらいから YouTube ライブを行います。ぜひ一緒に乾杯しましょう。それではまたね。いろんな味わいを楽せ、焼肉とか生姜焼きみたいな気軽なお肉料理とも、とって焼肉とか生姜焼き、カンノナウディサルデーカンノナウディサルデーニャです。言えた。